きっと晴れた朝の虹のかかる空があの日のことなど消し去ってしまうかな。僕は羽をむしり痛み目覚めさせて曇り空の夢に今日も眠るのさ。乱反射する水たまりの中でうごめいている泣き虫は僕の泣き殻。真空ホロへようこそ。そこにつけたマグネット、私がいつかリコーで買ってきたプレゼント、気に入ってると思ってた、いつの間にかなくなってた、流れ落ちたのは私を嫌いになったから。くっついて離れてまたくっついての無限のループ、システムや反対無理だろ、ディマンで寂しそうな顔、そうやって抱きしめてもう戻ることのないあの二人になぜか戻る日々を。令和の最初ばっかおかしいんだよ、どうなるって言うんだよ。
てか見えなくとも言ってみよう。
つばく本山田雅史でした。どうもありがとう。ありがとうございました。というわけで、真空フォローの、お家で楽しむ真空フォローステイホームライブの、ボリューム4になるのかな、今回のコラボアーティストはですね、僕真空フォローボーカルギター松本明人の、地元の先輩でもありますザ・バックホーンから、ボーカル山田雅史さんに、出演していただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回ね、まあ、ご縁があって、僕が、すごくもう中学生とかのぐらいからご活躍なさっててすごく憧れていたアーティストでして、ご縁があってすごいお近づきになる機会がございまして、それからこう何度かご共演とかさせていただいているうちにすごく仲良くさせていただいて、ラジオにも呼んでいただいたりとか、弾き語りでツーマンをさせていただいたりとかして、こう公私ともにというか、なんて言うんでしょうね、プライベートも、すごく仲良くさせていただいています。今回こういう機会を、僕が提案させていただいたら心よく、受けてくださって本当にありがとうございました。というですね、まあ、バックホーンの告知をここで僕からさせてください。ザ・バックホーン共鳴ムービーツアースペシャル2020スタジオ編ということで、現在、ツアー延期になってしまったツアーをですね、のその開催日に、バックホーンがですね、ムービーツアーという過去のライブ映像を、プレミア動画として YouTube で上げて公開しているんですけれども、そちらのスペシャル版としてザ・バックホーン共鳴ムービーツアースペシャル2020スタジオ編ということで、2020年8月2日の日曜日に、開催いたします。すごい、僕も見たいですね。有料無観客配信ライブということで、入場が19時からで、スタートが20時からと、価格が3000円税込みということで、こちら、まあ、詳しくは SNS やホームページなどご覧になってください。そして、もう一つ僕らのですね、近代 EP という、配信限定リリースの、EP があるんですけれども、そちらと同日に発売になりました。6月24日に発売しましたザ・バックホーン瑠璃色のキャンバスというね、新曲、こちらもデジタル限定のリリースとなっております。こちらを作られたのは、雅史さんということで、雅史さんがこう、まあ、ちょっとね、喉を壊してしまった時期がありましたね。で、その時期を超えて、こうやってステイホームの時期をまた過ごして、その最中で書かれた曲だということですので、僕も大好きな曲です。ぜひ聞いたことない方は聞いてみてください。聞いたことある人ばっかりだろうけど、ぜひ僕からもおすすめしますので、ぜひお願いいたしますですね。そしてですね、真空フォローは、7月の22日に、有料で無観客の、まあ、レコ発配信ワンマンみたいなものをやったんですけれども、そちらの、まあ、第2弾というか、お家で楽しむ真空フォローっていうシリーズの第2弾と、その有料配信ライブのですね、第2弾として、僕松本明人のソロの弾き語りで、8月10日に、有料配信弾き語りワンマン、その名もカバーという、カバー曲しかやらないぞという、ワンマンを開催することになりました。こちらのプラットフォームは、在庫というところでございますので、ぜひ、そちらに
アカウントを作っていただいてお手数ですが、よろしくお願いいたします。8月10日の20時より、開催いたしますので、ぜひですね、そしてファンクラブの会員の方限定でですね、僕の弾き語りの音源がなんと、まあ数曲ね、あのファンの方に選んでいただいた曲があるんですけれども、その中から、1曲ランダムでプレゼント、ガチャみたいな感じですね、そういう感じでプレゼントさせていただきます。こちら FC 会員限定ですので、真空フォローのオフィシャルホームページの、カバーというね、一番トップに出てるバナーっていう画像をクリックしていただくと、そちらのファンクラブですか、一般ですかっていう風な選べるところになるので、そちらにを選んでいただいて、 FC の方を選んでいただいて、まあ、まだの方は登録していただいて、そうするとゲットできますので、ぜひぜひ、楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。というわけで、またちょっとね、こういう時期がまだまだ続きそうですが、僕らはちょっと楽しいことをどんどん考えて、皆様と一緒にこうやってお家でも楽しめるものを考えていきますので、まだまだ真空フォローを楽しみに待っていてください。というわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。まさしさんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、真空フォロー、ボーカルギター松本明人と、ドラムコーラス水木でした。ではまた。